平安鎌倉武将紀行上総介広常、お骨神社ですね、お骨というのはまあ、ここに書いてあるって読んじゃおうかな。広常公の乗っていた名馬がここで倒れて、まあ、命を落としたと。でその馬の骨のことを言ってますね。お骨、ここではお骨橋、つまり、お骨の橋があり川があり、この今は道路になってますが、この街道ですね、ここを、まあ、通称2万騎っていきますが2000騎でしょうね。古代広告も上総一国で2万騎っていうのはありえないですから、まあ、ちょっといつもの話になっちゃってそれちゃいますんで、まあ、ここにね書いてあるんでね、お骨なのかな、お骨っていう方が多いですけどね。あ、でも振り仮名が、まあ、紹介ではねお骨ってなってますね。ここに点々になってますね。お骨橋、橋の名前は当時お持ちでした平広常、これよく出ますが上総介広常のことですね。小原越生まれ通った際に馬が、つまずいて骨折したと、骨を折ってしまった。でそのまま亡くなってしまったらしいんですよね。で葬られた馬を、祀ったと。つまり馬のお墓でもあるわけですよね。でその後にまあ一応頼朝の歓喜を葬ってということで、まあ、暗殺されたわけですよね。馬主は広常の非業の死を予告したものと伝えられていると。まあ縁起でもないってやつですよね。馬に乗り慣れてるはずの、武将が、まあまあ広常が原因でってわけじゃないですけどもね。ちょっと見てみましょうか。まあ、ここにね綺麗に治ってますね。ちょっと昔通ったんでイメージは残ってたんですが、こんな綺麗じゃなかったと思うな。これも下も綺麗にコンクリートもねされてるんで、しっかりした親代がね、開運となってますね。何かおめでたいことがあるんでしょう。登っちゃっていいのかな。多分大丈夫ですね。お骨神社、お骨って言っちゃいますよね。尾が尾っぽの方ですからね、尾の方じゃないですから、つまり馬の尾の骨、全身を収めたんでしょうかね。ちょっとそれは分かりませんけど、まあ、ゆかりの地ということでご紹介しました。上総介広常ゆかりの地、上総介の名馬が、この地で亡くなり、そのお骨って書いてありますが、骨をですね、ここで葬ったというように伝えられています。はい、その紹介でした。